えー、内閣支持26.6%、過去最低水準マイナー対応、7割評価せず、うち、えー、世論調査ってことで、まあ最低支持率なんだよね。この人です。岸田さん。当たり前じゃんって思うけどね。結局あのマイナーカードと、あの、保険証をね、合併するとかもさ、なんかごちゃ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 してさ、結局どうすんのどうしたいのって感じだし、あと、住民税非課税世帯の寄付金が、 今年3万なんだよね。去年10万だったのふざけんなよって話で。安倍ちゃんの時はね、羽振り良かったんで、まだね、自民党でも。一律10万もあったし、その後は、その、総合支援資金200万とか、あの低所得者にはあったわけですよ。それと、あの低所得者じゃない、あの非課税世帯え10万円。で、今年こいつになってから、3万、ぽっちだよ。しかも、光熱費あのさ、 世の中のね、その物価がさ、高騰していて、3万じゃ間に合わねえだろって話で、なんとかしろって話ですよね。あと、あれ、都市ガスはなんかね、補助金があるんだけど、なんか給付金ね、プロパンガスは、なんかやれやるって言って、結局なんか、なんもないんだよね、手当が。だからプロパンガス高くてしょうがねえし、もう、はい、こいつやめてほしいですよね。マジでやめてほしい。山本太郎はやっぱいいね。 全くね、もう事件が多いじゃん、なんかこの人になってからさ、ルーフィーとかさ、あれもね、阿部ちゃんの頃じゃなかったよね、だからそんだけ世の中が歪み始めてるから、早くね、岸田さんやめてほしいですね、これ、当然26、26%もあってね、逆にね、これ、多いんじゃねえのって思うぐらい、もう僕は怒ってます、異常です。